京でマジックをしなきゃいけなかった。本番誰もいなかった。嘘でしょ。360度プロレスの試合出るかばりにとにかく盛り上げるなっていう指示が出て、みたいな。こんにちは、シエルです。そして中西里奈ちゃんです。まあ、私たちマジシャンとして活動してるんですけれども、うん、あのもうね、多分私マジシャン歴11年目で、まあ同期なんだけど、2、3000現場は立ってきたんじゃないかな。すごい。立ってきてない？いや、わかんない。まあ、リナちゃんの場合は、結構アイドルとしての活動もしてたから、多分ステージ的にはマジックの現場もあるけど、そういう歌のステージっていうのも多いと思うんだけど、私はもうがっつりマジシャンでやってきてるから、多分数千現場は立ってきてるんですよ。だから日本中もいろんなとこ飛び回ったりするし、なんか3人ぐらいのお客さんもいればさ、数千人のお客さんもいるし、だから本当いろんなあらゆる現場を経験してきたんですけど、今日は、驚きの現場ベスト6ということで、ちょっと珍しかった、ちょっと体験をした現場を、今日はご紹介していこうかなと思います。第6位は無人島でマジックショー。何それ？はい、無人島ですよ。ある？ないでしょ。無人島でマジックをしなきゃいけなかった。何それ？これ6位？6位これはね、何がびっくりしたって、人いないの。いや、そりゃそうだよね、無人島だもんね。で、ただね、なんか無人島ってなんかそういう本当にアイランドみたいなさ、森の山の島みたいなのじゃん、ちょっと場所忘れちゃったけど、どっかから船で行って到着した島なんだけど、一応そこにホテルが建ってるの、だから宿泊とかはできるんだけど、なんか従業員さんたちもそこに住んでるんじゃなくて通ってるから、住んでる人がいないとなんか無人島って言えるらしいんだけど、そこでマジックショーの時に、まあ一応ホテルあるんだけど到着して静まり返ってるわけ、だから人いる？みたいな、マジック見る人たち来るのかな？みたいな。で、ホテルの現場行ったら一応ステージがあるんだけど、ホテル内もうガラーンってしてるの。で、ここでマジックをする必要じゃないけど、する意味みたいな、結果ね、一応マジックショーってなった時には30人ぐらい集まったんですよ、そのホテルの多分宿泊してる方たち。ああ、すごい良かったね。そう、だから良かったんだけど、島に降りた瞬間の、あのなんか無みたいな、分かる、そう、それにドキドキしたというのが第6位でした。ああ、すごい、はい、でもまあホテルでやったってことね。そうまだね、あの森の中のところで火焚いてやったとかじゃないから、一応ちゃんとしたステージはあった。あ、よかったよかった。けど無人島って本当にこう人がいなさそうな雰囲気にちょっと怖かった。そうだね。第5位はステージに登れないマジックショー。どういう？こちらですね、あの大型ショッピングセンターから、ドンキホーテさんが行われたマジックショーだったんですけれども、ショッピングモールとかさ、そういうイメージで行きますよね。まあ、ね、もちろんまあそんな雰囲気で、ちょっと簡易ステージあって、パイプ椅子並んでてみたいな感じだったんですけど、ステージに上がれなかったの。なんで上がれんじゃん、普通に。上がれなかったのよ。それはなぜかというと、マジックショーの衣装で、結構高いピンヒールのブーツ履いてるんだけど、あのね、ステージに登った瞬間にね、ズボッ。なんで？台があるんでしょ？だって。あれ？って思ったの。一歩踏み歩いた時に。そしたら、そのステージが、あのさ、よくさ、瓶とかが入ってるケースあんじゃん。あれを裏返して、並べて、布がファサーってかぶってただけだったの。だから、その、隙間の間があるんだよね、編み編みの。そこにピンヒールが、ズボンって入っちゃうから、いや、立てないの。わかるわかる。だから一歩登っても立てないの。いや、結構穴大きいよね、それ。大きい大きい。多分普通の男性用の靴とかスニーカーだったら大丈夫なんだけど、マジで登れないの。で、え？ってなって、で、これはちょっともう上がれないから、しょうがないなと思って、そのステージの前の要は普通の床のところに立って、マジックしたの。で、お客さん一列目ここみたいな、わかる？お客さんここみたいな感じで、すげえ近いみたいな感じのままやったの。その時2ステージあって、2回目は
板引いてくれた、その瓶のケース、うん、板布にしてくれたの、2回目の時は、うんうん、で、まあ、翌年また呼ばれて、うん、次はね、もう板もありのだろうかなと思ったら、また登れなかったの。それはなぜかというと、スタッフさんが全員変わってたから。で、こっちもピンヒールで行ったの。うん。じゃどっちも学んでない感じだね。あ、今反省したわ。私が靴変えればよかった、ね。変えればよかった。第4位は、プロレスリングの上でマジックショー。はい。いや、ないないない。プロレスリングの上です。登ったことある人はわかると思うんですけど、あれって、バネ感がすごいの。多分やっぱバーンとか倒した時にさ、うんうん、カッチカチの床だったら危ないじゃん。うん、なんかすごい、なんかバネがビョンビョンって感じで、こうトランポリンみたいな気持ちな感じなんだけど、そこでマジックショーやったんですよ。うん、で、プロレスリングなんで、360度。わ、うん、かりますか？ちょっとマジシャンにとっては結構いろいろとやりにくいよね。お客様もね、見てね。そう、こっちも見られてるし、こっちも見られてるしみたいな感じで、私のいつも愛用してるパタパタテーブルなんだけど、それをね、こう、置いて、うん、道具も置いて、うん、で、まあ、自分もステージに上がったら、うん、バネ感すごいじゃん、うん、自分が歩くたびにこのパタパタテーブルも一緒に揺れるわけだから倒れるんじゃないか、うん、倒れるんじゃないかみたいな、うん、でそれでも本当にマジックにも集中するの結構大変で、うん、もうあわあわせたの。確かに。でもそれ何が一番大変だったかって、リハーサルの時に、うん、あの私の登場の時にこうさ、プロレスリングのさ、ロープ貼ってあるじゃない、うんうんうん、あれをこうくぐって入んなきゃいけないの、うんうんうん、でその時によくさ、プロレスリングのさ、試合中もさ、うん、なんか若手の人たちがこうロープをこう引っ張ってさ、はいはいはい、なんていうの、入れる、うん、こうようにやってくれる、ビヨンって上げてくれるんだよね、うん、でリハそうだったんだよね、うん、本番誰もいなかった。嘘でしょ。だから私なんか本当にプロレスの試合出るかばりにかっこよくこのロープをくぐり抜け、うん、ちょっと勇ましい感じになった。結構できるんじゃないですか、うん、もしかしたらね。そう、多分一瞬誰か選手かと思ったら違うみたいな予定と違うみたいな感じで。そう、いやでもすごい、360度って結構苦しいよね。結構マジシャンにとってはやっぱ後ろっていうのは、うん、うん、だね。第3位、はい、プールサイドでマジックショー。はい、これはね、ちょっと予想がつく。予想がつく。こちらはですね、あの、温水プールなんですよ。あの、外のプールならまだしも、温水プール。何がきついって、湿気。わかる？あの、湿気の中で、マジックショーをしに行った瞬間に、トランプ死ぬでしょ。死ぬ、死ぬよ。紙のトランプだから、うん、そう、マジシャン使うのって紙のトランプなので、うん、湿気に弱いんですよ、うん、もうすぐダメになった。でしかもお客さんが水着気まずい。確かに、うん、え、でも本当にすぐダメになるんだ、ああいうのって。ダメになるね。あ、そうなんだ。かなりの湿度なんだよね。そうか、しかも水着着て入るでしょ、プールって、うんうん、結構普通に衣装着てると、うん、なんだろう、やっぱ汗もかくし、うん、その湿気感がすごくって、うん、で本当に水着着てるお客さんにさ向けてやるしさ、皆さんプールから上がったばっか手びちょびちょだよ。確かに。一枚引くのやめさせようぐらいの、うん、ちょっともうなんか目で合図してくれるみたいな、もう見ててみたいな感じでマジックするみたいな感じで、うん、まあこれも衝撃的で、ただねこれね、なんとも言えなかったのがね、うん、これがね12月31日の大晦日の日だったんですよ。最後12月31日でしょ。もう断捨離しろというかさ、そのトランプ捨ててっていうさ。あ、そうだね、うん、ちょうどよかったです。ちょうどね、はい、っていうのが第3位でした。いやすごいな、うん、そんな現場あるんだ。第2位は、立ち止まってはいけないマジックショー。まあこれね、立ち止まってはいけないのはお客さんの方なんだけどね、はい、私じゃなくてね、お客さんの方なんだけども、はいはいはい、とあるあのビッグネームのデパートで開催されたイベントで、うんうん、あのマジシャンのステージがマネキンが並ぶようなところっていうのかな、狭いスペースで、お客さんがいるであろうところがただの通路でお店がある感じだったの。あ、はいはいはい。でデパートだから、うん、いろんな人がさ、みんながさ、いろんなお店ぐるぐる回りたいわけだよね、うんうん、ってことはマジックショーをやってる時に、うんうん、そこでお客さんがいっぱいいると
通路だから、はいはいはい、人が移動できなくなっちゃうわけ。あ、だから目の前にもまたお店があるってこと？そうそうそう。あー、で、こう横にもあってみたいな。だからアナウンスの人は、立ち止まらないでくださいって言うわけ。もうアナウンス、立ち止まらないでくださいって。うん、でも、マジックショーってさ、うん、例えばだけどトランプ1枚選んだら覚えてもらって、うん、それを当てる。うん。で、すごかったねでしょ、うん、それまで4分ぐらいあるもんね。ね、時間的にね。そうでしょ、なのに立ち止まっちゃいけないからさ、選んでくださいなんて人はさ、もういなくなっちゃうわけ、みんな。で、最後のオチだけ誰かが見たとしてもさ、何やってたのってなるから。だから唯一ね、言ってくれたのはね、ちっちゃい子供とかが、うん、あんまりさ、こう、幅も取らないから、うん、なんか、ずっと見てくれてたみたいな感じで、まあまあまあ、とにかく、あの、マジックというのは、うん、回転寿司じゃないけど、なんかもう、そんなことをしてたら、本当に5秒ネタぐらいのものを、そうだよね。アピケンションアピケンション、うんうんうん、アピケンションってやってたら、多分良かったのかなと。あと、鼻出すとか、なんか、わかんないけど、もう一発芸みたいな。そう、そう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 。一発芸だったらよかったんだけど。なんでそんなところでやったんだろうね。で、私も聞きたい。本当に。なんでって。第1位は、盛り上げてはいけないマジックショー。はい、最高じゃん。盛り上げちゃいけないという。いや、最高だよ逆に、はい、盛り上げた瞬間怒られるという、なんということじゃというね。これはね、うん、またあの有名なデパートだったんだけど、うん、VIP のお客様が招待される、まあ、お得意様向けのイベントだったんですよ。だからその日のデパートを多分閉めて、はいはい、VIP の方しか入れないフロアがあって、あ、でそこでマジックショーするっていうことだったんだけど、うん、でその時に一緒にジャグラーさんがいて、うん、私ジャグリングもやってたから、うん、その先生なんですけれども、その先生と一緒にショー、ま、私マジックでジャグリングだったんですけど、うん、ステージの依頼だったので、音響説明はちゃんとがっつりやって、うん、だから音楽に合わせたマジックやって、その後にトークマジックみたいな感じだったんだけれども、うん、最初ジャグラーさんがね、こうジャグリングをし始めたんですよ。お客さんがわーわー集まってきたの、うん、そしたらスタッフさんがちょっとあのお客さんたちを一つに固めないでくださいと。ほうほう。要はその VIP なお客様たち、お得意様たちを呼んで、うんうん、その結構高級なブランドとかいろんなお店がある中で、うん、そこで商売をしたかったんだよね、うん、そのイベント自体が、うん、やっぱりお客様に素敵なものを買ってもらうっていう趣旨だったから、うん、そういうイベントのところに人が集まってしまうと、お店側がやっぱり商談ができなくなってしまうから、はいはいはい、お客さんを固めちゃいけなかったの、はいはいはい、けどやっぱり音楽かけて、うん、ジャグリングわっさーってやってたら、それはみんな注目しちゃう、集まっちゃう。そうで、マジックもやれば、うん、いろいろ集まっちゃうと、うん、それがダメだと。うん、うるさいし、お客さんもそこに固まるし、そう、とにかく盛り上げるなっていう指示が出て、みたいな。で、その時3ステージあって、うん、で、1回目やって怒られて、うん、で、2回目からどんどん音ちっちゃくなってくる、うん、で、ジャグラーさんも持ち時間ちょっと短くなってって、うん、最終的にそのジャグラーさんの持ち時間はもともと20分ぐらいあったのが5分になり、で、その5分ですら盛り上がっちゃったんだよ。で、それで、ジャグラーの先生に、シールちゃんごめんっつって、俺のせいでまた怒られたみたいな感じになって、で、結局、それで私もマジックをするんだけど、やっぱり人をこうわさーってやっちゃいけないから、音もちっちゃいし、なんかちょっとこっちも少し声も小さめに、あまり盛り上げないように、うん、さらっとマジックをするという。じゃあ反省点としては、うん、だからやっぱクソつまらないマジシャンを呼ぶしかない。そう、でもさ、やっぱり普段仕事でやってたらさ、いかに注目されてさ、うん、いかに盛り上げてっていうのをやってたから、うんうん、あ、盛り上げて怒られるってやるのみたいな。これ毎年開催されてるから、じゃあ去年何だったんですかって言ったら、去年はバイオリンの演奏だったんだって、うん、で、なるほどと、こう、うん、優雅な音楽があって、皆さんが、こう、音楽聴きながら、こう、ショッピングを楽しむみたいな、こう、ね、うん。それはちょっとすごい頭に、こう、ファってきたから、うんうん、なるほど、ジャグラーとマジシャンじゃなかったねって、ちょっと思った、ね。なんで呼んだんだろうね。か、うん、マジシャンも、わざわざがっつり音響をちょっと持ってきたステージじゃなくて、クローズアップにすればよかったの。だけど、依頼がステージだったから、私たちは一生懸命盛り上がるように
注目されるようにやったんだけど、まあそんな感じで。いや、すごいね、はい。相当いろんな現場ありますね。そうだね。面白い。こういう現場って、やっぱ記憶に残るから、うん、最終的にその時はやっぱりさ、うん、はぁみたいな、うんうん、どうしようってなるんだけど、でもやっぱ経験ができたことがすごい良かったし、すごいなんか今考えると面白いなって思う。あと呼んでくださる方もやっぱちょっとやってみようみたいな感じなんだよね、きっとね、多分どんなものかって実際わからないから、だから私も仕事としてお客さんにマジックショー依頼された時は、うん、できる限りこんな雰囲気でっていう明確にはしたいなっていう、だから勉強にはなるよね。やっぱ無人島が強烈だったね、結構これからもね、いろんな現場行くと思うので、うん、また面白い現場あったらお伝えしていきたいと思います。じゃあとりあえずオファーいただいたら、まあ無人島だろうが、どこだろうが、行った方がいいってことですよね、ゆうちゃんはね、うんうんうん。行った経験がね、やっぱ。そうそう、あの、どこでもマジックできるんで、うん、はい、ぜひ。あ、はい、うん。できなかったとこある？ない。ないよね、うん、そう。マジックって、ほんとね、うん、どんなところでもできるの。うん、それがすごいと思う。うん、だから、少人数もあるし、数百人、数千人もあるし、うん、外もあるし、うん、プールさえ結構きつかったけど。まぁ、ちょっとでも、野外で屋根がなくて、雨の時の対処法みたいなのは、ちょっとしといてほしいよね。そうだね。あとは、お客さんも大変だからね。うんうん。まぁ、お祭りとかはね、どうしても外になるとは思うんですけど。はい、そんな感じでした。女子マジシャンのマジシャン現場あるあるをお届けしました。はい、はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。中西里奈ちゃんもマジシャンとしてね、はい、活動しててチャンネルありますので、はい、中西里奈チャンネルもよろしくお願いします。また、バイバイ。